神楽文と榎本めぐるのグリグラ情報局というわけで始まりました。グリグラ情報局、睦月学園に興味を持ってもらうために名物生徒を紹介していくというこのコーナーですが、前回のゆかり先輩で生徒会メンバーは紹介し終わりました。ゆかり先輩に夏希ちゃん、私と神楽ちゃんの4人だもんね。ということは他に名物と言えるのは皆川たくみグループただ一つ。そういうわけで今回の紹介に行きましょう。第3回で紹介するのはこの人。嫌そうに振る舞ってるけどいつも一緒にいるよね。嫌よ嫌よも好きのうち。というわけで今回紹介するのは皆川たくみのクラスメイト美咲亮さん。私は話したことないけど皆川が来るまでは一人でいる印象強かったよね。それとナンバープレイスの本を解いてるイメージかな。夕暮れの教室によくいるよね。今では皆川たくみ率いる学園祭実行準備委員会の参謀役って感じだけど。美咲さんのことを知らないからこれ以上の情報となるとちょっと…え、あれ？このコーナーにおはがきが届いてる？なになに？ペンネーム、目安箱の妖精さん？まるで隠す気のないペンネームだね。美咲亮は屋上の給水塔近くが定位置。よくそこでナンプレ本片手に寝っ転がっている姿が見られる。へえ、屋外でそういうことしてるのって意外かな。性格もクールそうに見えて実はかなりひねくれている。目安箱の願いを叶えてやるって言ったのに全く何も入れてこないし、逆に目安箱のことがどうでもいいってふりをするとすぐに願い事を入れてくるし、なんか書いた人の愚痴が混じってる感じだね。さらに転校前日に教室で会った時は俺の目を塞いで誰だって。あれ、今のって美咲さん？神楽ちゃん神楽ちゃん、はがき取られてるよ。ちょっと美咲さん、そのはがき返して。というわけで今回はここまで。また次の放送で会いましょう。紹介は睦月学園生徒会神楽文と榎本めぐるでお送りしました。それじゃあまたね。超問題児皆川たくみを中心に学園で巻き起こるハリケーンラブコメディ、逆上がりハリケーンポータブル、7月28日発売予定。ちゃんと予約しとこうね。